残らず駆逐してやる。 行くぞ。 ガキどもぼさっとすんな。巨人どもをただ眺めるのがお前らの仕事か。 動いた。オード側の壁も壊すつもりなのか。そうなれば人類の活動領域は致命的に狭まる。何としてもここを死守するんだ。 崩して動きを止めるんだ。私は例の兵器を準備するから目標地点まで援護してくれ。部隊長手伝います。こいつさえ死ねば壁は壊されねえ。今度こそ駆逐してやる。よし今が攻撃のチャンス。 準備ができたよ。これで超大型巨人を狙うんだ。超大型巨人の体勢が崩れた。今なら胴体部分にも攻撃が届くぞ。 超大型巨人が手をついたぞ。状態を支えきれなくなったようだ。背中へ駆け上がって、うなじを削ぐよ。まさか、だが手応えはあった。もう一度削いでやる。やってやる。くそ、全身から熱い蒸気が身を守っているのか。さっきの攻撃は致命傷じゃなかった。 蒸気が邪魔で近づけない。こいつはきっとまた移動を再開する。その時にまた攻撃を仕掛けよう。食い尽くしてやる。 あれは話に聞く鎧の巨人か。 注意しろ。波の巨人とは比べ物にならん。
今から駆逐してやる。足を崩してから一斉に畳みかけるぞ。あっちは苦戦してるみたい。うなじを狙える距離まで高さを落とせれば直接攻撃できるはず。攻撃してくるわ。避けて。